ああ、着替えたのか。髪も切ったんだな。うん、アクセルは着替えないの？うん、そうだな、まだいいかな。でもずっとその格好でしょ。俺この格好のイメージ強いだろ。久々に見て違う格好してると俺だって気づかないと困るから。優しいんだね。そういうんじゃないけどな。もうすぐ修行も終わりだね。ああ。私の中にはナミネがいるんだけど、ロクサスが戻れたらナミネも戻れるんだよね。そうなるな。もともとナミネは空の中にいた私から生まれた。今の私の中にいる状態で解決してるようにも思えたけど、きっとこうして見る風景、顔に感じる風、全部私とは違って感じるはずなんだよね。ナミネはナミネで、短くても彼女の時間を過ごした。そこでの感情や感触は彼女のものなんだ。私に戻すものじゃない。それはロクサスも同じ。今は何も解決してない。そうだな。昔ガキの頃、一度しか会ったことがない友達がいて、そいつなんだか不思議なやつでさ、それっきり見かけなくて、いつの間にか気にしなくなってて、でロクサスに会った時に内心少し驚いたんだ。見た目がそいつそっくりでさ。でもずっとロクサスには話せなかった。話すとそいつみたいにまたいなくなりそうでさ。そいつベントゥスって名前だった。今ソラたちが探してる守護者の一人だ。俺のこと覚えてくれてるかな。きっと記憶してるよ。そろそろ合流だから、いろいろ心配になってな。もう一人で抱えなくていいんだよ、アクセル。ついに現れた。おい、静かにしろ。おぞ、どうした？もう誰も犠牲にはできない。
今さら何を言っている。お前の研究で多くの子供が犠牲になった、その懺悔の機会だ。私が隠したわけではない。あの子の失踪で研究の中止を決めたのだ。この後に及んでいいのがあれか。ロクサスとナミネを犠牲にしたお前がそんな慈悲深い人間だと信じられるはずがない。きっとどこかに隠しているはずだ。まずはこの屋敷にあるデータを見せてもらう。ロクサスとナミネ、私がまだ生かされている理由があるとするなら、その二人に償いをするためだ。ロクサスって言った。ああ、あの人助けよう。お前はあの被験者だった子を見つけてどうしようというのだ。きっとあの子の記憶に謎がある。我々光と闇の戦いに大きく関与する記憶が。お前は何かを知ってしまった。だから研究を中止させたんだ。それはお前の妄想だぜ、あの音。もうすぐわかる。すみません。なんだお前は。ここに友達が住んでたはずなんですが。誰も住んでいない。帰れ。でも。おい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 、入ってくるな。こっち。キャリー。グニャグニャ。守ってくれたのか。ハイネ、早く逃げよう。元従三機か、裏切る機か。大体見当はつく。構わん、好きにしろ。多分な。この地下道なら僕たち以上に詳しい人はいないからね。君たちはロクサスの。おじさん、ロクサスを知ってるんだよな。うん、知っていると。もやっぱりあの屋敷を張ってればロクサスの手がかりにたどり着くって考えは間違ってなかったね。私たちとロクサスの唯一の手がかりだからね。ロクサスのこと教えてもらいたいんだけど。我が師よ。ご無事ですか。誰だ。お前はエベル。そうか、さっきのノーバディはお前か。こんな時も来るかと。人間としてではなく13機関として生まれ変わりました。
あなたの捜索にゼアノートが向かったと聞き、いよいよ私の計画を実行する時だと。私にも償いをさせてください。